はい、本日は、貝柱の炊き込みご飯を作っていこうと思います。はい、今回にんじんの皮でも作ってみましょうかね。醤油とお塩を混ぜて、はい、大根の皮の漬物を米を溶いてしばらくザルに入れておくなので、深く切った貝柱を貝柱も入れます。入れました。めんつゆを入れます。めんつゆからお酒、そして、はい、これに、はい、調味料でさっき3号を入れたんです。4号のところまで入れて、若干、はい、かき混ぜ、あとは炊き上がりもまずは OK です。